はい、ブライアン・イーの1983年アルバムアポロよりディープブルーデイお聴きいただきました。これはなんかこうゆったり明るい軽くなるような曲でたまに聴いてます。カレーの頻度よりは聴いてないかもしれない。カレーの頻度の方が多いかもしれない。週あるかないか。いや月あるかないか。断然カレーより少ないね。あのカレーと聞いてさっき焼きカレーだったりスープカレーだったり、はい、他にカレー何々何々カレー何があるかな。俺も今思い出したんだけどレトルトカレーっていうのがあるよね。あ、はい、あ、カレーうどん、カレーそば、カレーパン、カレーパン、カレー粉のコロッケとかあるでしょ。なんか あります、ね、あるよね。カレー、まあカレーラーメンもやってる、うちはやってないけどやってるとこや、はい、あカレーチャーハンやってるうち、ルーかかってないよ。あのカレー粉で最後炒めて、すごい食欲が上がる。夏にはいいかもしれない。そう、うん、カレー何々なんだろうね。カレーそば、カレーそば、カレーそばありますねえか。うどんかい。いやいやいや全然カレーそば頼んじゃうよ俺。あのカレーうどんよりカレーそば、ごめんねマニアックな話かもしれないけど、カレーそば頼んで、あの最初に箸入れるじゃん、はい、そうそう、まだカレーに触ってないそばがいるの。カレーに触れてないそばを食べるのが好き。カレーそば頼んで最初にこうひっくり返すと浸透してないから、はい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 、カレーもドロドロしてるからサラサラだと浸透しちゃうだろう、はい、そこを抜くのが、そこだけ、あそばだけ食べれた、カレーの味してないところ食べれたっていうのを毎回やってるね俺。そうですね、スーじゃないスーじゃないと思うんだけど。そうでもちょっとあれなんですけど、あのラーメン屋さんとかたまにカレー出してるとこあるじゃないですか。そう、あそこ、ああいうカレー美味しいですよね、うん、あれ、そうスープで作ってるからうまいんだよね。僕も昔バイトしてた時、うん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 、カレーあのまかないで出してくれるんですよ。あまかないのカレーってもう 100% 美味しいしかないでしょ。でスープで作るんですよね、やっぱり見てたんですけど、バカうまいんですよ。へちなみにどんなカレーだったそれは。あ、まあ、ルーは普通なんですけど、うん、具材とかは、具材とまあまあポピュラーです、うん、そのさっき言ったようなイギリススタイル、イギリススタイルなんですけど、イギリス豚のりスタイル、やっぱねそのスープのコクが入ってきちゃって、あ、うん、バカうまいです。あ深みがね、そう深み、味の深みがね、そう以上です。いやそうだ、カレー、そうカレー面白いね本当は。だから、はい、さっき言ったかもしれないけど、ジャニーと食べ物の話で膨らめようかなっていう話してたんだけど、はい、一昨日ぐらいから 2,3 日前にカレー結構掘り下げられるぞってことに気づいて、うん、でちょっと急遽カレーにしたんだけど、そうさっき俺も言ってレトルトカレー、はいはい、もう最近すっごい美味しいの見つけちゃって。いや今なんかありますよね、いっぱい種類いろいろあるじゃん、レトルトカレー市場すごいと思うよね。いっぱい揃えてるドラッグストアとか今ね食料品持ってるから、はいはい、すごいいっぱいあって、ちょっとごめん会社の名前忘れちゃったんだけど SB だったかな、北インドカレーっていうのが売ってて、で北インドほうれん草がベースなんだよね。だから緑のカレーなんだけど、緑のカレーで、1センチの立方体、一辺が1センチの立方体のチーズ、はい、あれ実際そのレトルトカレーはわからないけど実際多分ヤギかなんかのチーズなんだ、はい、そのチーズの原材料が、はい、がそのレトルトカレーには4個5個ぐらい入ってんの。それすごい美味しい。さっき言ったチャパティ作った時にそれ食べたんだけど、はい、めちゃくちゃ合うの。ご飯にも合うんだけどもちろん、すごい美味しいよ。それだって300円するかしないかじゃない、300円するかしないかで北インドまで行けると思ったら安いでしょ。なるほど、いやそうですね、安いですよね、割とねどこでも売ってるしそんな辛くないよ。そう辛い、すっごいスパイシーってわけじゃなくて、やっぱりあのほうれん草のとチーズのまろやかさがあるから美味しいんですよ。ちょっと試してみます。北インド行きます。北インド、北インドまで。北インドのチキンも同じシリーズで出てたけどチキンはまだ食べたことないんだけど、とにかくそのほうれん草ベースのやつは美味しかった。美味しかった。あ、わあすごい鈴木さん、それです。中辛だけどそんな辛くない。あそうなんですか。
でも甘口食べてる人にはどうかな合わないですよ。あ、どうかな。鈴木さんそれすごい美味しいんで。あ、わかりました、はい、これバチキンはこっちで。あ、それですそれです。北インド風、はい、SB ですね。 SB ですね。 S&B って書いてますね、はい、スパイス&ハーブの SB かな。おう、うん、俺 CM 結構好きだからCM の擦り込みがね頭に残ってる、そう、北インドインドのカレーだからインドの話になるなと思って、あの曲はインドっぽい曲を用意してません。おおまさかの。いや結構今までにもインドっぽい曲かけてきちゃってるから、俺インドすごい好きだから、はい、まあ、今日はあえてかけない、かけないということと、今日はスケートボーディングデーの話はしたんだよね、もうね。そうですね、うん、でスケートボーディングデーのもそうなんだけど、現在ですね、東京新宿のビームスでラブスケートボードジャパン展、ジャパン展っていう作品展示っていうのかなが開催されていて、26日火曜日まで、今月の26日火曜日までやってます。11時から、夜8時まで、会期中は無休だそうです、はい、結構結構つったら失礼だね、すごい豪華なメンツ巨匠たちが作品を、スケートボードに関する作品、板のシェイプだったりとかグラフィックだったり、板を再利用してる人とか自分で最初から板作ってる人だったりとか、いろんな作品があって見応えは十分です。なるほど。そう、東京の方に行かれる人は、まあ、すぐ見終わっちゃうような感じっちゃ感じだけど、はい、その中身はすごい濃いです。近くに行った人はぜひ行った方がいいと思います。これ見るのは無料なんですか？うん、見るのは無料で、4階だったかな、新宿のビームスの、うん、そう、おそらくアディダスのジャパンが、はい、企画してたんだと思うんだけど、そう、このラジオでもインタビューさせてもらった、大根さん、ディスカーっていう名義で出してたかな、はい、確かと、あと、まあ、森田さんだったりとか、有名な人をたくさん出してます。あ、うん、そうそうそう、知らなかったでしょ。知らなかった、まあ、俺も始まるちょっと前に知ったんだけどあれ話来てねえなと思いながらおかしいなと思いながらこうしてスケートボーディングデーにスケーターがラジオ放送してるのは、まあ、そんなにね。そうですね、そこまでいっぱいやってないでしょ、うん、さあどんどん時間が迫ってますので、もう一曲いきたいと思います。はい、通りのジョン・ホプキンスの2013年のアルバム Immunity よりオープンアイシグナルをお願いします。